小田急電鉄は来年春から小学生の運賃について IC カード乗車券を使う場合全区間で一律50円にすると発表しました小田急線で最も長い距離を乗った場合現在の小学生の運賃は445円ですが来年春以降は9割近い値下げとなります子育ての負担を軽減し 鉄道利用者と沿線の居住者を増やす狙いがあります。